こんにちは、豊橋豊です。今回は近くの焼肉屋、おでん屋さんのランチをご紹介します。入り口はこんな感じ。有名な方もたくさん来られているようです。今回は個室に案内されました。落ち着いた雰囲気です。平日はホルモン鍋ランチや石焼きビビンバランチ、スープブランチなども食べられます。お弁当もあります。注文はタブレットから行います。メニューはこんな感じ。今日は日曜日なので平日ランチメニューは頼めません。私はいつもの肉丼を大盛りにします。嫁は牛焼肉ランチにします。注文リストから確定をしてオーダーします。牛焼肉ランチはこんな感じ。タン、ロース、カルビと、サラダ、ご飯、スープがついています。ご飯はおかわり無料です。肉丼はこんな感じ。ジューリ。とても美味しそうです。お肉を焼いていきます。いい匂いです。嫁はよく焼く派なので、ちょっと焼きすぎに思えますが、このくらいが好きだそうです。お肉はどれも値段の割に柔らかくて美味しいです。完食、美味しかったです。肉丼も美味しくてペロリと平らげてしまいました。コスパ高いと思います。いかがでしたでしょうか。豊橋グルメもちょいちょいご紹介していきますので、チャンネル登録お願いします。